こんにちは。はい、早速ですね、実地の今年の数学の問題の一部ね、やっていきたいと思いますけれども、XYα っていう実数がですね、こういう感じを満たしているときの、この Xcosα 引く Ysinα の絶対値の値を、求めてくださいっていう問題だったんですけど、まあね、やり方2通りでやってみようと思います。で、最初にやるのは、まあ、こういった式だとかを式変形していって求めるっていうやり方ですね。まあ、これを実際の入試でやるのは無難だと思います。で、2つ目っていうのは、ベクトルに見えますかっていうことで、ちょっと考えていこうというふうに思うわけです。まずね、式変形の方からいきますけれども、この値を知りたいってなった時に、この値自体が分かれば、まあ、それがいいんですけれども、別にこれの2乗が分かってもいいわけですよね。だから、これの2乗がいくらかっていうのを求めてみようと思うわけです。なので、Xcosアルファ引く y サインアルファっていうのをこれ2乗するわけですね。で、2乗するとどうなるかっていうと、x2 乗コサイン2乗で2倍の xy コサインサインで y2 乗サイン2乗と。こんな形ですよねと。で、条件式ね、この式も2乗してみるわけですね。で、この式2乗したやつを下に書くと、2乗コサイン2乗足すで、何が嬉しいかって、この相殺される部分が出てくるんですよね。コサインサインで y2 乗コサイン2乗で、これがまあ1の2乗なんで1なんですよねと。はい。で、これ上下に足してあげるとどうなるかっていうと、どうなるかっていうと、ここ見てみると、コサイン2乗とサイン2乗なんで、これ X2 乗になります。で、で、ここが消えて、で、Y の方もサインとコサインの2乗の和になってるから、足す Y の2乗になって、これが、今知りたいやつを、じゃあ名前ちょっと、じゃあ、A って名前つけると、結局、A-1 ってあったんですよね。A 足す1か。A 足す1ってあったんですよね。で、2乗の和っていうのは10だったわけです。ってことは、A っていうのは9だったので、今知りたいのは、この A の、正の平方根なので、これは3だったっていうことになるわけですね。まあ、こんな風にやるのがいいかなっていうふうに思いますと。まあ、これが式変形。まあ、式変形って名前なのかな。まあ、なんか2乗を使って求めてあげるっていう方法ですね。じゃあ2つ目ね。2つ目は、ベクトルに見えますかっていう話です。まずね、この式見たときに、やっぱり、円の方程式だなーって思うわけですよね。円の方程式。ちょっとね、書いてみますけれども、半径がルート10ですよね。ルート10で、で、原点中心の円ですよと。これ円書くの下手なんですよね。ちょっと頑張って書きますけれども、円を書きますね。はい、まあちょっと許してくださいって感じですけど、さすがにひどいな。さすがにひどいな。ああ、さすがにひどいな。まあ、こんな感じですよねと。で、っていうことは、XY っていう座標っていうのは、なんか適当にこう、この円周上にまあいるんですよ。ちょっと P って名前つけてあげましょう。こういう状況なんですよねと。で、2番目の式見るとどうですかっていうと、これ内積見えますかって話なんですね。内積に見えますか。2番目の式ね。名前つけてあげると、2番目の式っていうのは、ベクトル使って書いてあげると、こうなんですね。XY ってベクトルと、サインアルファ、コサインアルファっていうベクトルですね。これの内積が1なんですよって言ってるわけです。じゃあ、これね、ナース角を使って考えてあげると、XY ってベクトルの大きさはルート10だったわけです。で、サインアルファ、コサインアルファの、このベクトルの大きさっていうのはこれ1ですよね。1ときて、で、2つのベクトルのナス角をシータってすると、コサインシータが1だったわけですね。ってことは、コサインシータっていうのはこれルート10分の1なんですね。ルート10分の1。で、このコサインシータがルート10分の1のときに、この値知りたいわけですけれども、これはじゃあ今度何に見えますかって言ったら、これ面積に見えますかってことなんですね。何を言ってるんですかということなんだけれども、
適当にですね、じゃあ、原点があって、で、さっきの P ですね、この XY 座標の点の名前 P って付けて、で、それとは別に、じゃあ、そうですね、ここら辺に、A っていう点があったとして、これを sinα、cosα って、まあ、やってあげるとすると、ちょうどですね、今考えている θ っていうのは、ここのことを言っていたわけなんですよね。はい。で、この式は何かっていうと、ちょうどこういう平行四辺形の面積になってるわけですよと。面積になってるやつと。まあ一般的にですね、こういう AB って座標と CD って座標で貼られる面、ね、によって使える平行四辺形。じゃあ例えば、名前を A とか B とか。で、C っていうのを A 足す C。で、B 足す D。まあ、A と B の場合は1になってますよね。とすると、平行四辺形 OABC の面積というのは、これ AD-BC の絶対値で書きていたんですよと。まあ、そういう話なんですよね。で、それを使ってあげると、これもまさに同じ形してるわけですよ。ちょうど A に当たるのが、まあ、X。で、B に当たるのが Y。C に当たるのが sinA。で、D に当たるのが sinα で、D に当たるのが cosα ってなってるので、ちょうどこの面積だって見るわけですね。じゃあ面積は、この θ 使って表すとどうなるかっていうと、θ 使って表す、じゃあ面積 S って名前つけると、θ 使って表すと、この元々のベクトルの大きさの積かける sin だったわけですね。で、サインっていうのは今回いくらかっていうと、まあ今ですね、ナス角は、小さい方取ってるので、まあ、コサインもサインもプラスだということにすると、ルート10分の3ですよねと。ちょうどこれね、2乗して和が1になりますよと。なので、これは、ルート10かける1かけるルート10分の3ってことで、まあ3って出してもいいよっていう。まあ、そういうふうにまあ見えなくもないわけですね。で、さっきの、ね、結果がちゃんと一致したわけです。はい。じゃあ最後にですね、なんでこれが言えるのか、ね。なんで平行四辺形の面積がこの AD-BC 絶対値って形で書けるのか、ね。これをですね、最後に確かめて、終わりにしようと思います。まあ、さっきとね、その sin に θ をいかにして表すかっていうところが、まあ、肝なんですけれども、じゃあこのね、この座標を使ってあげることにしましょう。まずですね、cosθ ね、ナス角 θ として cosθ を出してあげると、これは、大きさの積分の内積っていう形ですよねと。はい、こういう形してますよねと。で、これを実際に ABCD 使って書いてあげると、まず大きさは A2 乗 B2 乗の和かける C2 乗 D2 乗の和ルート。で、内積はっていうと、これ AC 足す BD ですよね。で、sinθ っていうのは、まあ当然ですけど、1引く cos の2乗のルートと。で、今回は、ナス角はその正の数で、なおかつ小さい方ね、を取っているので、コサインもサインもプラスなんですよと。要するに、ナス角っていうのは、今0から90度の状態を考えているわけですね。なので、まあ、プラスで取っていいということですよと。で、これ実際計算してあげるんですよ。これが結構、まあ、計算する上ではね、なかなか大変なわけですけれども、こいつの2乗するんで、そうだな。まあ、全体にルートかけちゃうか。2乗、B2 乗、C2で、次に行くのはこの展開したやつね。展開したやつは、もうこれ結構大変なんですけど、AC2 乗2乗、A2 乗 D2 乗、B2 乗 C2 乗、B2 乗 D2 乗。引く、こいつの2乗ですね。こいつの2乗。こいつ2乗は、まず A2 乗 C2 乗、B2 乗 D2 乗を引く2 ABCD。こんな感じですよね。あ、足すか、足す。で、これ、分子だけ引き算してあげると、分子だけ引き算してあげるとどうなるかっていうと、ちょうどですね、今からちょっと。
同じところにしましても、まず AC、ね、ここに消えますと。で、BD 消えますと。そうすると残ったのが、残ったのがですね、AD、A2 乗、D2 乗か。と、B2 乗、C2 乗と、あとこの2倍のところですね。で、ここ、青いところで見ると、これ因数分解できるんですね。因数分解したやつ、ちょっと上にさらっと書いておくと、AD-BC の2乗って形してるんですわ。ってことは、2乗のルートって形になってるんで、これルートかかるのはこう分母だけでよくなっていて、で、これね、感じなのが、2乗のルート外すときは絶対値がつきますよ。絶対値がつきます。AD-BC のルートと。あ、ルートじゃない。絶対値と。で、これサインシータが分かったので、面積っていうのは、これはね、三角形の、三角比のところで最初にやるのかなっていう感じですけど、まあ、もその三角比の話からすると、この式でね、出せたので、結局この絶対値の部分だけが、まあ、残るよと。いうことで、まあ、大体こんな風にですね、まあ、話がつくかなと思います。二通りのやり方でですね、やってみました。ありがとうございました。